当時のなんていうんですかね、まあ、世相を言うとちょっとちっちゃいですけど、まあ、時代を背景とするみたいなことは書いても大丈夫な感じなんですかね。権力を保持するっていうところでは適切なんで感じる必要ないよ。南東と北西と南東とかこれは共通しているんですけど、さっきの説明のようにこれも弓で隠れてるけど上にも